はい、やってきました。水仙の丘、5万本の水仙の丘、さあどうでしょう。約15年ほど前から見とるんやけどね、こんな感じで残念な感じでございますね。成長が全然してませんね。一般何年ぐらいかな、5、6年前のイメージで言うとね、だいたい茎の長さが5、60センチ、60センチぐらいあったかな。何年かは本当にね、もう3、40センチ、短いのは20センチぐらいしかないんでね、残念なことなんかすごかったんだけどね、まあ時期もちょっと遅いんだけど、その前にね、幹の成長が足りませんね、これは。どうしたんですかね。ここにはものすごい黄色がいっぱいね、全然黄色いのあれへんな、残念な感じでございますけど。群生で一番すごかったのがね、この場所やけど、もう全然ね、あれが足りませんね。茎の長さがね、全然足らないんですよ。残念でございますけどね、一応もう一回行ってくれ言われたんでね、来てみたけど、こんな感じですからね。いやー、3年4年前と比べると全然飽きませんね。今ね、観光客の方来てはるんやけど、これもね、ずっと前歩いたんだけどね、もう長さが全然、茎の長さが足らないよね。半分ぐらいじゃないか。一番あれ、それでも一番良かったんかな。もっと前良かったかもね、5、6年前が。そんなんでね、残念な結果になっとるんですけど、まあなんか言うとね、残念な結果でございますけどね。